あれ俺が細くしすぎたか通れないかな。ポンちゃん、ポンちゃん、もうちょっと開けとかなきゃいけなかった。開けてほしいと決まるんだよね。ポンちゃん、開けてほしいな。はい、どうぞ。いっぱい開けましたよ。ポンちゃん、向こうの部屋に行っちゃったのかなって言ったから帰ってきたのかな。ジャン君、迎えに行ったけど、振られました。ジャン君、迎えに行ってくれたんだね。そう。ポンちゃんが泣くから行ったのに。ポンちゃん、来たよ、ジャン君。はい、ジャン君、おいで。ジャン君、おいで。はい。パンダよ、おいで。はい、こだね。はい。出せ。ジャン君、ありがとう。パン、迎えに行ってくれたんだね。あ、クッション舐めてるの？ジャン君、クッション、クッション。優しいね。ヤンコも、ヤンコも気づくれてあげてるな。いい子だね。戦いにならずに、まあ、そうなると思ったよ。ヤンコ、パンちゃん、パンちゃん、パンちゃんはスリスリ好きだね。おはようございます。このマスク姿はですね、このところ毎日喉がガラガラしている、だいぶ症状がひどくなってきているので、ステージで歌えないと困るので、今日は水曜日です。金曜日に、生配信で歌うので、猫アレルギーだった場合という想定で、今日水曜日、木曜日、2日間これを、猫のいる部屋ではつけてみようと思っています。で、金曜日にもしいいようだったら、多分それはアレルギーのせいじゃなかったら、それでもダメだったらちょっと問題が、あるかなと思うので考えてみます。やってみるよ。ポンちゃん、ポンちゃん、呼ばれてるよ、ポンちゃん。おいしい、おいしいご飯だよ。いつも一緒だけどね。一緒だけどね。でもおいしいご飯ができたよ。ルバイトケアだよ。はい、ポンちゃんにもあげます。うまいね、ポンちゃんもね。ジャンクと同じカリカリ食べて偉いね。こっち置いとくよ。いい子ですね。ポンちゃんいい子ですね。ポンちゃんはいい子だよね。朝はストロバイトケア。
ちゃんくん、ちゃんくん、おいで。ここ空いてるよ。ちゃんくん。またそこ入っちゃうの。あれ、ぐるぐる回ってんの。どうすんの。え、ここ。ここっすか。なんかごちゃごちゃしてるとこ。よいしょ。はい。今日もまたお勉強でーす。どれだ。できます。今回使用するのはタイムです。どう編集するのかを見ていきます。奥から勢いよく出てきた図形が途中で減速し、じわっとゆっくりと。ジャン君が生配信に芸を見せていたんですが、喋り始めるとこうです。よいしょ。あ、そっち行っちゃったの？はい。どうしよう。これ、そーっと動かして黒くなっちゃうかな？そーっとそーっと。ジャン君、ジャン君もお休みの時間ですよ。はい。ジャン君、ジャン君。はい、ジャン君。ジャン君呼ぶと来るね。はい、いらっしゃい。ありがとう。ぐるっと回って、ぐるっと回って。これですね。また、うん、さっきやったばっかりやん。うん。何回でもですね。何回。なんて、なんて気持ちいいね。気持ちいい、気持ちいいね、ジャン君。うん。よいしょ。はい、パンちゃん。パンちゃん、おいで。はい。おいでって言うと来る、ポンちゃん。何かね。我が家のおいで兄弟です。はいね、はい、どうぞ。おいで兄弟漫才です。はい。なんでやねんって言った、今。はい、パンちゃん、ここおいで。ほら、ジャン君のそばいいよ。パンちゃん、うん。はい、来たー、うん。はいはい。じゃあじゃあ、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。微妙な。ポッちゃん、カラディーするよ、パンちゃん。うん。パンちゃん。ジャンくんに甘いですか？いいんだよ、言ったら。ジャンくん、ブラシやりすぎてサラサラ。
すんごいサラサラなんですよ。いいね、サラサラ。サラサラだね。あ、元気。ポンちゃんが待ってるよ。ねえ。ポンちゃん。ポンちゃんおいで。ポンちゃん。ポンちゃんまた遊ぼう。ポンちゃんおいで。ポンちゃん。一番面白いとこ取り逃がした。取り逃した。取り逃した。ここから面白くなるのか。ポンちゃん、ポンちゃんもう一回蓮くんと一緒に遊ぶんだ。うん。ポンちゃんほら待ってるよ、お兄ちゃん。はい、距離遠いんですよ。蓮くん待ってるよ、ポンちゃん。俺来ないなって思ってるよ、きっと。もう一回取っ組み合いして、ポンちゃん。うん。一人でテンション。一人で。ポンちゃん面白い。ちゃんと相手してやってくれない？なんかポンちゃん一人でピョンとか飛んでるよ。終わりですか？早いね。おやすみ。ポンちゃんおやすみ。と思ったら。おやすみ。どうしたの、パンちゃん。ジャン君もおいで。おいで。ジャン君。ジャン君おいで。ジャン君。ジャン君。あんなに興奮してたのに、すぐ興奮冷めるんだね。ジャン君。早いね。眠くなっちゃった。ジャン君、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 よいしょ。さあ、今日一日こんなマスクをしたまま生活してみました。明日も一日マスクをつけてみたら喉が治るかどうか。猫アレルギー用にはウレタンのマスクがちょうどいいかもしれないね。息がしやすいので。で、猫毛とそのなんていうの、タンパク質みたいなやつ、そのフケみたいなやつっていうのは通らない気がするんだけど。そうかな、分からん。あ、でもマスクだからね、うん、もっと細かいものは。パーセンテージが減れば。ただちょっと喉はまだまだだなという感じだけど。 2.5 のやつも通さないとかじゃなかったっけ、うん、分からん。それは違ったっけ。これは分からん。ということで、あさってがお楽しみです。明日は一日またマスクして過ごします。